5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東条会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな、そこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東条会本家の預かりとする、手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。いえ、詳しくは。一言で言や一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。織田、橘を頼む。
うん。